ダイヤモンドでできた惑星というのは、まるで宇宙版の宝石箱のようなものです。この驚くべき考え方は、天文学の世界において非常に魅力的な話題となっています。ダイヤモンドは、地球上で最も硬くて美しい宝石の一つとして知られていますが、宇宙にはそれを主成分とする惑星が存在するかもしれません。ダイヤモンド惑星はその名の通り、惑星の一部または大部分がダイヤモンドで構成されているとされる天体です。これは惑星が主に炭素からなり、非常に高い圧力の下でその炭素がダイヤモンドに変化するために起こります。ダイヤモンドは炭素の一形態であり、特定の条件下でのみ形成されます。炭素は私たちの体や自然界に広く存在する元素で、生命にとって非常に重要です。また、星や惑星を構成する主要な要素の一つでもあります。炭素は様々な形態をとることで知られていますが、その中でもダイヤモンドは特に有名です。ダイヤモンドは炭素が高圧力と高温度の条件下に置かれた時に形成されます。通常、このような条件は地球の内部や他の惑星の深部で見られます。ダイヤモンド惑星の場合、惑星自体にこれらの極端な条件が存在していると考えられています。天文学者たちは、宇宙の中には炭素が豊富な惑星が存在する可能性があると考えています。これらの惑星では炭素の割合が非常に高いため、ダイヤモンドが大量に形成される可能性があります。しかし、これはまだ仮説の段階であり、実際にダイヤモンドでできた惑星が存在するかどうかは確認されていません。ダイヤモンド惑星は、炭素が豊富に存在し、極めて高い圧力の条件下で形成されるという魅力的な考え方です。これは宇宙がどのように機能し、異なる種類の惑星がどのように存在するのかを理解するための一つの窓です。科学者たちは、これらの独特な惑星についてさらに学ぶために、宇宙観測の技術を進化させ続けています。これまでに発見された惑星の中で、ダイヤモンドでできている可能性があることで知られるのが、55カンクリーイです。55カンクリーイは、地球から約40光年の距離にあり、55カンクリ星座内に位置する惑星です。この星系は、カニ座の方向にあるため、その名前が付けられました。この惑星は2004年に、星の周囲を回る惑星が引き起こす、細かい動きを観測することで発見されました。これは惑星が星の光を微妙に変動させることにより、天文学者がその存在を推測できるという理論に基づいています。55カンクリーイはスーパーアースと分類されています。これは地球よりも大きくて重いが、木星や土星のような巨大なガスの惑星ほど大きくない惑星を指します。スーパーアースは地球のような岩石質の表面を持つ可能性がありますが、そのサイズと質量は地球よりも大きくなります。55カンクリーイは地球の約8倍の質量を持ち、非常に高い密度を示しています。これは惑星が極めて密度の高い物質で構成されていることを示唆しています。初期の研究では、55カンクリーイは炭素が豊富であるとされていました。このため、惑星の内部にはダイヤモンドが大量に存在する可能性があります。ダイヤモンドは高圧下で形成されるため、55カンクリーイのような高圧の環境は、炭素がダイヤモンドへと変わるのに適した条件を持っています。この圧力は惑星の重力によって生じます。55カンクリーイの研究は、太陽系外に位置する惑星の理解を深めるのに貢献しています。この惑星の研究を通じて、惑星がどのように形成され、進化するのかについての新たな洞察が得られる可能性があります。現在の技術では、惑星の内部構造を直接観察することは困難です。しかし、将来的にはより高度な望遠鏡や探査技術が開発され、
55カンクリーの謎をさらに解明する手がかりが得られるかもしれません。ダイヤモンド惑星に関する研究は、宇宙の不思議を解き明かす興味深い分野です。これらの惑星は、主に炭素からなり、まるで巨大なダイヤモンドのような構造を持つと考えられています。しかし、このような惑星の実在を確かめるためには、天文学の分野での詳細な調査と検証が不可欠です。まず、天文学者たちは、地球から遠く離れた宇宙空間にある惑星を観測するために、高性能の望遠鏡を使います。これらの望遠鏡は、遠くの惑星から放たれるかすかな光を捉え、その光の性質を分析することで、惑星の大気や表面の条件についての情報を手に入れます。例えば、光のスペクトルからは、惑星の大気に含まれる元素の種類や比率を推測することができます。加えて、宇宙探査機を利用して、これらの惑星の近くまで行き、より直接的なデータを収集する方法もあります。探査機は、惑星の表面や大気を直接分析し、さらに詳細な情報を提供します。現在、ダイヤモンド惑星に関する理論はまだ発展途上です。これらの理論は観測データと物理の基本法則に基づいていますが、ダイヤモンド惑星の直接的な証拠はまだ発見されていません。もしダイヤモンド惑星が存在すると確認されれば、私たちは惑星の様々な特徴や複雑な側面をより理解できるようになるでしょう。これらの惑星がどのようにして形成され、どのような過程を経て進化していくのかについての新たな洞察も得られる可能性があります。この研究は天体物理学だけでなく、地質学や化学などの他の科学分野にも影響を与えることが期待されます。将来的にはより進んだ望遠鏡や宇宙探査機の開発により、ダイヤモンド惑星に関するより多くの情報が明らかになることが期待されています。これらの進歩により、以前には捉えられなかった細かい詳細が明らかになり、新たな発見がもたらされるかもしれません。技術が進化するにつれて、これらの遠い惑星への直接的な探査やより詳細な観測が可能になるでしょう。これにより、ダイヤモンド惑星に関する仮説がさらに検証され、新しい発見が期待されます。ダイヤモンド惑星の探求は宇宙の奥深い謎を解き明かす冒険です。現在の技術的な制約にもかかわらず、天文学者たちは絶えずデータを収集し、新しい理論を構築しています。これらの努力は、惑星科学における新しい発見と理解を促進する重要なステップです。そして、将来の技術革新によって、ダイヤモンド惑星の謎がさらに解き明かされることを期待しています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。